ワンコイン占いやってます5分500円ワンコインああ、どうですか5分500円です5分500円でワンコイン占いやってます珍しいワンコイン占いワンコインあのあんま時間かけないですもう5分500円でもうサクッとあじゃあもうサクッとはいはいはーいいすいませんはいありがとうございます、はい いやーね、本当にまあ、まあんま珍しいんです、この辺で。占い、見ない,いね、見ないでしょ。見ないでしょ。いや、レアやなと思って。占いって経験されたことありますえっと、一回かなでも、だいぶ前っすね。ああ、はい、<laughs> 何占いでしたえ、あれ、あれ、なんていうか、カード、タロットあ タロットねはいはいはいありますありますあれもねもうこの辺ねまああの言ったら占いの館みたいなのが多いとこってそ間の罠あかんわけでしょだから誰もやってないからタロットやろうとかあああの手相はやってるからちょっとやめとこうとかそういうことになってくるんですいっぱい占い師さんいるとことそうそうそうそれってんか本末転倒じゃないですか自分のやりたいやつバンってやった方がいいでしょだから部活とかでもそうじゃないですか部活か例えばなんかこの嫌なやつおるからあの部活入らんとことかでもったいないじゃないですか 例えば何部でした僕、学生時代。学生時代、サッカーやってました。ええあ、なんか、雰囲気ありますね。なんかもしかしていいとこまで行きました。あ、全然。あ、そうなんですかええ、いやでもサッカー部っぽいなって感じ。あ、あるすいやいや、僕も実はサッカーやってたんですよ。あ、そうなんですかはいはいはい。え、これ何占いなんですかあ、これ僕手相ですね。はい。手相です。手相です。はえ。だからまあ、サッカー手つかずなんですけどね。ダメですけどね。ハンドになります。ハンドになります。キーパー以外はね。思いっきりハンドしたことるんですよ。 あ,あ、さくさんです、それで僕さくやってたんですけど、思いっきりハンドしたことあります。えー、はい、びっくりしました。みんなびっくりしました。ここで手出したゃう。<laughs> パ<ーン> <laughs> そこ手出したあかんやろう。五 <laughs> 分後。いや、ほんまに、だから、まあ、ね、青春時代っていうのを思い返したのがいいかもしれないですね。えー、はい、じゃ、あちょっと手相見してください。はい、ああ、時間だ。ごめんなさい。ええー、と、延長して、もう五十円払います。ますずっこいよ。あまりにもずっこいよ。はい あの、ずっこいよ。時間来ただけだ。あ、ほんとずっこい。あの、分かってた、最初から。これ、ずいぶんと喋るなって。<laughs> いや、ワンコインで 5, 5分なんだから、<laughs> はい、もう、無駄話するなよ。いや、たまたま盛り上がっちゃったよ、お兄さんとなんか。盛り上がってねえよ。馬が合うというか。合ってねえよ。あ、別にどっちでもいいですよ。延長でもう払うか、もういつやめ、っいずっこいよ。えいやごめん、ね、なさい見ますよだろ、普通。 あんななならごめんなさいもう500円なんで世間話がもう5分始まっちゃってんだよいつ5分スタートするのかなと思ってたらお前の中ではもう始まってたんだなそうですそうですすっごいよ、はい、あ今そんな喋ったらはい延長になります自動的に延長させてお前誰だよ なんでお前と喋るだけでそんな発生するんだよ、金が。いやいや、ワンコイン500円で、5分500円。お前に今不平不満言う時間、この時間に金が発生するとでも。いや、僕、その間に他のお客さん見何様だよ、てめえ。見れるんでね。小銭稼ぎにも程があるよ。お金損してるじゃないですか、今。延長なら払ってください。いいよ、じゃあ。じゃあ、じゃあ、分かりました。500円返すよ。なんでずっこいよ、てめえ、本当に。で、5分500円で見るんですから。たまたま話はね。たまたま免許とかあんのか免許なんかないですよ、占いにそんな。占いに免許なんかない。見れるのか、じゃあ。え い,いえじゃあ,じゃあ,じゃあはい500円とんだペテン師だな <laughs> いやいやたまたま話が盛り上がっちゃっただけでね盛り上がってねよ一方的だろいい一方あごめんちょっとおしゃべりでしたうんやめろこれ <laughs>、はあ、この町でやるのもそろそろ潮時かえー、ワンコイン占い5分500円でやってますまあその様子を言うとお巡りさんあああいつっす はいですああ別になんですがあの5分500円ではいやってるだけです、はい、もちろん許可出してますよはい何か問題でも分かりましたはいありがとうございますこの町もそろそろ潮時かぜひ読んでください ネタサロン。ネタサロン。集ま,集まれ、集まれ。ネタサロン。このレンガが擦れる音に、集まれ。いや、ネタサロンに集まるんだろ。レンガが擦れる音に集まっても仕方がないだろう。みんな、一緒にゆっくりしよう。不透明すぎて入るのが怖い。ネタサロン。ジャルジャルタワー